はようございます。今日は釜山市内からカムチョン文化村カムチャンカルチャービレッジっていうところに行きます。多分半日ぐらいで大体全部見れると思うんですけど、なんかいろいろ短いコースとか長いコースとかあるみたいなので、行ってみてもし時間が必要だったら、まあ、半日以上かけて見ていこうかなという感じです。行き方としてはバス、電車あるみたいなんですけど、私たちはバスで行こうと思ってます。 Google マップが韓国はあまり使えなくって、他のアプリを使ってみんな地図を見てるみたいなんですけど、韓国語が読めなくて結局 Google マップが一番使いやすいのでそれで見てるんですけど、もしかしたらその表記通りのバスが来ないかもしれないので、またお知らせしたいと思います。ではぜひ最後までお楽しみください。ここだよって運転手さんが叫んだので降ろしてもらったんですけど、なんかその後このカンチョンビレッジっていう緑のなんか小型バスに乗って着いたって。あのまま87番に乗ってたらどこに行ったんだろうっていう。途中だったの。韓国のマチュピチュとも呼ばれるカムチョン文化村、元は朝鮮戦争の際に北朝鮮から避難してきた人々が家を密集して建てたタルトンネという貧しい人々が集まって住み始めたという町が始まりです。え、これはまた別で買ったの？ついてきたの？セット、セットよ。あ、まゆさん、カンチョン村のスタンプラリー課金してます。課金しました。なんか結構しょっちゅうこのバスが来るから、あんなぎゅうぎゅうに乗らなくてもちょっと待てば大丈夫かもしれない。現在は星の王子様の銅像をはじめとした展望スポットを多数設置しています。マユはここで地図をゲットしたみたいなので、もし地図見て歩きたいっていう方はここでゲットしてください。2000ウォンだから200円ぐらいですね、はい、カムチョンの昔の名前はカムネ。カムはコムが変化したもので、コムとはもともと神を意味する。チョンは読んで字のごとく水が流れる川のことで、水がきれいなことからカムチョンと名付けたそう。なんかああいう洋服も借りられるところがあるみたいなので、買いたい人はそれもできるかな。お魚のアート、ジョングクとジミンだって。カムチョン文化村は人気の観光名所になっていますが、現在も一般の住民の方が生活していらっしゃるので、観覧は観光案内所が営業している午前9時から午後6時、冬は午後5時までに済ませるようにしましょう。なんで星の王子様がさ、ここにいるんだろうね。私たちは日曜日の朝11時頃に行きました。人が結構多かったです。写真を撮りたい方は観覧ができる午前9時に合わせて行くのがおすすめです。星の王子様と一緒に写真を撮るのに、こんなに列ができております。
なんで星の王子様の像があるかっていうと、韓国では幼少期からよく読まれている本の一つだからというだけだそうです。この日は日曜日だったからかもしれませんが、この係員の方が消毒作業をしたり、長く写真を撮っている人たちにオーバータイムと言っていました。結構顔怖いね、この子。怖いね。様と写真を撮るために並んでいたら体が冷えてしまったので、一旦近道をしてコーヒーショップに行くことにしました。YouTuber の長田さんがどこだっけな、バンコク、バリか、バリってこれ頼んでて、なんか食べ方わかんなくて、なんか途中で入れ始めてたんだけど、ちゃんとコーヒーの中に、うん、何みたいな感じで、最終的にこの冒頭ってそのままわかりました。こうやって多分崩してちょっとずつ入れていくってことだよね。そうそうそう、全然ちょっと全部いくんじゃない、これ。あ、危ない、ちょっと舐めて。あ、すごい、あの水分に触れた瞬間すごいスピードで溶けてこう。うん、すごい酸っぱい、スペース多分時間経っちゃってない。エスプレッソって5秒で死ぬんだっけ、10秒で死ぬんだっけ、スタバで習って5秒。手の屋上はこんな感じで、天気が良かったら座ってもいいか。一望できます。はい、一望できます。いいね。水なんかピーナッツ時間か、言ってて時間か。じゃあ、一日おるもいいね。あ、行くの？お兄様、学びに行くね。あ、もう、おもろく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 。あ、におはせよー。星の王子様と並ばずに写真を撮りたい人は、ここがおすすめです。あそこがね、あのバス降りたところだから、すぐ撮れるよ。ソミョンまで行くので、またこのバスでトソンドンっていう駅まで一旦行きます。
아미 청년회입니다. 다음은 ということで、カムチャンビレッジいかがだったでしょうか。結構思ったより見どころが最初のところに詰まってたので、なんかさっくり回れたという感じです。なのでアートとかたくさん見たいっていう方は2時間とか3時間とか必要かもしれないんですけど、サクッと有名どころ の、 星の王子様とかジョングクとか、 なんか BTS のところとか見たい人は2時間あればいいかなっていう感じです。私たちはカフェで少しゆっくりしたので、多分3時間ぐらいいたのかな。あ、そう、あと星の王子様に並んでたからちょっと時間かかったんですけど、結構サクッと回ったっていう感じで、全然最後の方までは歩かなかったです。地図のルート通りには歩かなかったです。ルートが一応地図に載ってるんですけど、それ以外のなんかすごい急な階段とかもあって、そこをなんかこう横切っていけば全然時間かからずに回れる感じだったので、階段にはお気をつけてそれも使ってみていただければと思います。はい、そんな感じかな。では最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ参考になったっていう方はいいね、コメント、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画で、バイバーイ。